はい、皆さんこんにちは。今日は Apple Watch の文字盤なんですけども、まあどんなの使ってるかっていうね、リクエストもありまして、で、今日はですね、前から使っているもの、そして WatchOS7 になってから使っているもの、まあそのあたりをね、10個ほどご紹介したいと思っています。はい。ということで、まあ私が使ってるアップルウォッチ、これはシリーズ6ですけど、まあ中央に置いてんのがね、このインフォグラフモジュラーってね、やつなんですね。で、それを中心に左側にミー文字とかね、カリフォルニアとか、あとは数字ドゥオとかがあって、で、逆にこっちの右側には、まあ、インフォグラフとか、まあ比較的情報量の多いものが配置されていて、で、まあこれもね、そうですね。で、あとはね、そこから先ちょっと癒し系みたいな感じで、3つほどあるというね、まあそんな感じで10個ほど使っております。で、文字盤の追加編集についてはこのウォッチ上でも可能ですけども、今回は iPhone のウォッチアプリの方でお見せした方がね、分かりやすいのかなと思います。で、これ余談ですけども、この文字盤を長押しして、で、さらに編集になってから長押しすると、これでね、文字盤の位置をね、入れ替えたりすることもね、可能になっています。で、一つ目、真ん中に置いているインフォグラフモジュラーですけど、これはね、もうシリーズ4から使ってるものだと思います。で、ほとんどね、変更せずに使ってる感じですけど、まあ、たまに変更するのがこの色ですけどね。まあ、今はなんか蛍光色にちょっとね、マイブームがありまして、蛍光色がポイントとなっていますけども。で、まあ、これがね、情報量非常に多くて、で、これについては私が知りたい情報を、まあ、ほとんどね、まあ、見せてくれるという感じなんで、まあ、この睡眠とかね、アクティビティとか、まあ、あとは、天気とかね、まあ、そのあたりが、入っているというね、感じなんですね。だ、結構ね、朝起きて、今日、最高気温、最低気温何度なのかな、なんていうんで、服装決めるのに使うのにとてもいいですよね、これね。まあ、あとはね、睡眠の状態、アクティビティの状態。で、ここはね、Apple Watch のバッテリーの状態が出るようになっていて、で、真ん中にワークアウト配置してるのは、まあ、ちょっとね、歩いたりとかね、ジョギングするときにね、パッと押せるようにしてる感じですよね。で、お次はミー文字です。で、これは WatchOS7 からだったと思うんで、ここ半年でしょうか。で、まあ、このようにね、自分で作ったミー文字を、まあ、文字盤に配置したりね、できるわけですね。で、これ背景のカラーなども選べるほかですね。コンプリケーションについては2つというね、感じですけども。で、このインフォグラフモジュラーの左側に配置してるんで、結構ね、使ってる時間長いかもしれませんね。で、これがね、なんか、何のセンサーに反応してるのかわからないんですが、たまにこう動くんでね、まあ、それが面白いというところで結構癒されます。で、コンプリケーションはね、日付とあとはハイドレートといって、まあ、この先日ご紹介した水の量をですね、飲んだ量を記録してくれるこのボトルのアプリが、まあ、出てくるようにしてるわけですけどね。まあ、iPhone 見なくても飲んだ量がね、パッとね、手元でわかるのがいいですね。で、ジャンル的にはね、ここの右端に配置してもいいんですけど、ここは前からね、Apple Watch のバッテリーを表示してるんで、まあ、ちょっと変えたくないんで、まあ、あんまり杓子定規に考えずに、まあ、このハイドレートは、このミー文字の文字盤に配置してる感じですね。で、このミー文字の文字盤については、もともと設定しているキャラクター、動物系のやつなんかもね、選べるんで、まあ、熊とかね、虎とか、ライオンとか、まあ、猫とかね、まあ、いろいろありますけど、宇宙人とかね、で、私はね、シリーズ5の方は、猫をね、配置して、で、これでね、癒されたりしているという感じですね。で、お次はカリフォルニアです。これはね、WatchOS6 からだったとね、記憶していますけど、合ってるでしょうかね。で、まあ、これについては、まあ、シンプルなね、時計らしい文字盤なので、まあ、結構ね、バンドなんかが、まあ、革とかね、まあ、あるいは金属とか、まあ、そういうのを使うときにいいのかなと思って、今はね、このダークチタニウムなんて渋い色にしていますけども、まあ、なんかね、乳白色にしたりもできるんで、まあ、結構ね、このクラシックな時計っぽいデザインが気に入っていますね。で、今ちょっとね、スポーツバンドついてますけども、まあ、ミラネーゼループとかね、まあ、レザー系のものを使うときにね、使ったりしております。で、お次は数字ドゥオですね。これも結構ね、気に入っていますけども、まあ、非常にね、シンプルな、まあ、時間だけのね、時刻だけのね、文字盤なんですね。
で、まあなんかね、色がこのツートンカラーにできたりして、まあさっき言った通り、ちょっとフラッシュカラー、蛍光系がブームになっている感じもありまして、まあそれを選んでいるというところで、まあ余計な情報がなくて、レトロフューチャーな感じがとてもね、好きな文字盤でございます。で、お次はインフォグラフです。で、これについてはね、さっきの中央のインフォグラフモジュラーの右側に配置していますけど、これもね、昔から使ってんですよね。シリーズ4からは使ってたと思いますね。で、これは時間に関することすべて入れてる感じで、で、まあ真ん中に世界時計がね、配置してあって、まあ主要な気になる都市の時刻がわかるほか、アラーム、タイマー、ストップウォッチ、そして日の出、日の入りが出るというね、感じにしています。で、インフォグラフについてはもう一つ作って配置していますけども、そのさらにね、右隣ですね。で、まあこれに関してはね、まあ割と雑多な感じもありますけども、まあ主にメディア系の配置というね、感じになっています。で、まあコンプリケーションについては左の下に、まあ、ミュージックがあったり、左の上にはポッドキャストがあったり、まあここはね、株価に、為替を割り当てていますね。で、まああとはね、気温と、あとはシャザムといって音楽を認識するやつとか、まあ、バッテリー、そしてアクティビティみたいな感じです。で、お次はクロノグラフプロです。これはウォッチ OS7 からですから、まだ半年ぐらいですけども、そのインフォグラフの、ね、右側に配置しています。で、これはね、とにかくかっこいいですよね。タキメーターがとてもね、メカニカルでそそられるという感じでね、まあこの色合いとかごつさ具合がね、とてもかっこいいななんていうところで、で、まあタキメーター自体はまあね、あの高度なストップウォッチみたいな感じなんで、まあ私自身はね、すごい活用するかというとそうでもないんですけど、まあそれ以外には、まあこのウォッチとかね、あとはまあさっきのね、ボトルの水の量とか、まああとは、まあリマインダーなんかを配置しているという感じですね。割と格好だけで使ってるところあります。で、お次はね、ミッキーマウスです。で、ミッキーマウスについては、もう前からね、ある文字盤で非常に好きなんですけど、今ね、私はこのクラシックって言って白黒のやつをね、配置していて、まあ、絵面自体はね、昔風じゃないんですけど、まあ、色がね、昔のミッキーマウスみたいな感じで、ちょっとね、癒される感じがありますね。まあ、コンプリケーションはまあ、基本的なものをね、配置している感じですけども、で、これさ、文字盤を触ると声が出るんですよね。とまあね、結構癒されるんですね。で、お次はトイストーリーです。で、これもね、最新のものではないですけど、前からあるんでね、ちょくちょく入れて使ってるんですけど、で、これもね、このおもちゃ箱にしたり、まあ、バズにしたり、ジェシーにしたりとかできるんですけど、まあ、私はおもちゃ箱にして、で、これだとね、いろいろこうね、変化してね、動いたりとか、出てくる、まあ、キャラクターが変わったりとかね、結構面白いので、まあ、たまに気分転換に使っている感じです。で、これ最後、ストライプです。で、ストライプは、ウォッチ OS7 からだったと思うんですけどね。で、これについてはね、本当、カスタマイズの幅が広くて、で、私はね、フルスクリーンで、これ3色にね、今しているんですよね。で、色の方も、まあなんかね、ちょっとフラッシュカラーを今ね、最近のテーマにしてるんで、まあそれの3色、トーン違いみたいな感じにしていますけども、で、まあ、これについてはね、スポーツ観戦に行ったりするときには、ひいきのチームのね、まあ、ジャージのカラーとかにね、してみたりして、結構ね、いろんなね、楽しみ方があります。バンドに合わせてもいいしというね、ところで。なんでね、これ結構ね、お好きな色とかね、角度なんかもね、いろんな種類があったりして、コンプリケーションはないですけども、シンプルな文字盤として、私は結構ね、気に入って、ちょくちょく色を変えたり楽しんでいます。で、あとはね、ドックの活用ということで、まあ、この文字盤のコンプリケーションに全部配置はしきれないじゃないですか。で、私はね、ここのサイドボタンを押すと出てくるドックをよく使う項目というね、設定にして、で、まあ、これホームとかね、計算機、心電図、血中酸素ウェルネスとか、まあ、あとはま、ミュージック、ポッドキャストなどですね、まあ、主要なアプリを入れているので、まあ、これを開けばどんな文字盤からもアクセスが可能になっています。で、これはウォッチアプリのマイウォッチのところからドックの項目ですね。で、これを押して、で、この最近使った項目ではなくてよく使う項目にして、で、こう下の方でですね、この入れておくアプリを、まあ、ね、選べるという形になっています。まあ、編集をして、まあ、これね、削除したり追加したりが可能となっています。
ということで、まあ文字盤ギャラリー見るとね、いろいろ入ってます。一番新しいものから、まあ前からあるものまでね、いろいろ入っていますけど、まあ私自身はね、このインフォグラフっていうのが、まあ情報量っていう意味ではね、まあ一番使いやすいななんて思っていますけど、まあただやはりね、せっかくなんで、まあこういったミッキーとかね、ミー文字とか、癒し系なんかもいろいろあります。まああとはね、この文字盤がね、結構こうアクションがあるものなんかもあるんでね、まあ、結構ね、楽しんで使っておりますけどもね、まあこういった数字のシンプルなものもね、いろんな種類があるので、変えてみてはいかがでしょうか。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。